エリザベス・ハッセルベック、エリザベス・ハッセルベックは、アメリカ合衆国のテレビパーソナリティ。人気トーク番組、ザビューの司会を務めている。夫は、元 NFL ワシントン・レッド・スキンズの控え、QB だったティム・ハッセルベック。ジョイ・ベアール、シェリー・シェパード、エリザベス・ハッセルベック、ロード・アイランド州クランストン出身。カトリック系学校の教師と弁護士の間に生まれた。ロード・アイランド州、 リバーサイドにある女子校を1995年に卒業、ボストンカレッジに進学、ソフトボールチームのキャプテンになった彼女は2年、連続ビッグイーストカンファレンスチャンピオンにチームを導いた。1999年にはボストンマラソンを完走している。同年に大学を卒業した。大学在学中の1998年からブーまで働いていた彼女は、 シューズのデザインを行うチームに所属していた。2001年、サバイバーで第4位となった。同年ミスティーン USA の審査員を務めた。2002年から2003年まで、スタイルネットワークのザルック・フォー・レスのホストを務めた。2003年より、リサリンに代わり、ザビューの司会を務めることとなった。2004年、ニューヨーク市内で、アテネオリンピックの聖火リレーで走った。 2009年5月には、アグリーベティに、ゲスト出演した。同年8月デイタイムエミー賞のトーク番組、司会者賞を、バーバラ・ウォルターズ、ウーピー・ゴールドバーグ、ジョイ・ベアール、シェリー・シェパードと共に受賞した。2002年、大学時代からのボーイフレンド、ティム・ハッセルベックと結婚した。二人の間には2005年に、娘が、2007年、2009年に、息子が誕生した。 乳がん撲滅キャンペーンの公共広告に出演している。長年セリアック病と戦っていることを明かしている。2009年、彼女の著書にスーザン・ハーセットが書いた本からの盗用があると訴えがなされたが、マサチューセッツ州の裁判所は、損害賠償を必要とするほどの被害は見られないと訴えを退けた。ありがとうございます。